双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに町県民税申告所得税の相談についてお知らせします。町県民税の申告は平成31年度の町県民税を正しく算定する基礎となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定や各種福祉策などの資料となるなど重要な手続きです。双葉町役場いわき事務所では3月4日月曜日から3月15日金曜日までの午前9時から午後4時までの間、1階中会議室で町県民税の申告と所得税の相談を受け付けます。また福島県内の各税務署のほか、町民の皆様がお住まいの地域の最寄りの税務署でも各種申告手続きや国税などに関する相談を受け付けています。いずれの税務署でも相談受付、申告書作成会場は3月15日までの開設となります。会場が混雑することが予想されますので、電話などで事前に確認の上、お早めにご相談をお願いいたします。詳しい情報は広報双葉2月号10ページ11ページおよび町公式ホームページでご確認ください。この件についてのお問い合わせは戸籍税務課までお願いします。電話番号は 0246-84-5204 0246-84-5204 番です。おしまいに飼い犬の登録変更についてお知らせします。登録を受けた飼い犬の所有者は、犬を飼っている住所地が変更したときに、その犬の所在地を管轄する市町村に変更届出をすることが法律で定められています。このため全町避難が続く双葉町では、避難先自治体に飼い犬の所在地の変更届出をしてください。また飼い犬が亡くなった場合は住民生活課までご連絡ください。新しく犬を飼った場合は、現在お住まいの自治体で登録手続きを行ってください。この際に登録料が必要になります。詳しくは各自治体にご確認ください。この件についてのお問い合わせは住民生活課、電話番号 0246-84-5206 0246-84-5206 番までお願いします。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週は東京ふれあい双葉会の谷久幸さんにお話を伺いました。
それでは今日のこの時間は東京ふれあい双葉会の谷久幸さんにお話を伺います。谷さん、こんにちは。あ、どうもこんにちは。よろしくお願いいたします。はい、勝手お願いします。はい、今日はですね、東京ふれあい双葉会の活動についていろいろと伺っていきたいと思います。はい、まず谷さん、東京ふれあい双葉会には今現在何人ぐらい会員さんがいらっしゃるんですか？会員数はですね、現在今2月で91名います。おお、91名で活動していらっしゃるということですが、はい、7月7日に NPO 法人神奈川避難者と共に歩む会主催でお台場で行われた双葉町交流会ふるさとの集い、はい、こちらにいわき真心双葉会の皆さんのほか、東京ふれあい双葉会の皆さんも一緒に参加したということで伺っております。はい、でこの交流会は40人ほどの方がね参加されたということで、そうですね、大変盛り上がったとお聞きしましたが、はい、谷さん、ご感想をお聞かせください。まあ、感想っていうのは谷さんあれだね、まあ、はい、あのいわきの人たちが前横浜に来た時は、はい、まあ、個人的に皆さんに会いに行ったんですかね、何回もね、はい、で我々東京ふれあい双葉会と交流会っていう雇用の大きなのは初めてだったので、はい、まあ、ゆっくり皆さんとお話できたことは良かったですね。そうですよね、はい、しかもお台場でっていうのがなんかかっこいいですね。あの見晴らしいいとこでねえ、相当盛り上がって段取りしてくれた横浜の人には感謝しました。感謝ですね、はい、でも40人でお話ができるという機会もなかなかないでしょうからね。まあ、ないですからね、はいはい、そして、月日は流れ8月4日になりますけれども、はい、双葉町、これは県中地区、県中地区ですね、はい、県中地区の自治会さんと交流を兼ねて、はい、郡山市で盆踊り大会を開催したということでね、はい、なんと80人以上も参加されたということで、こっちも何人、40人、30人くらい行ったのかな。そうですよね、で結構もう皆さんいっぱいいたもんでびっくりしました。あの集合写真を撮られたそうで、すごい迫力だったって聞きましたよ、はい、ね、こちらの感想はいかがでしたか？まあね、あの、行って、バスから降りた時にもう大勢の皆さんが出迎えてくれたのでね、はいはい、いやすごく胸が熱くなりました。あで、うん、まあ、その時はだいたい避難して、7年5ヶ月くらいだったのかな。そうですよね、夏ですもんね、はい、もう久しぶりに会う人が多かったのでね、懐かしくて、まあ、涙が出るほど、まあ、嬉しかったですね。まあ、いろいろみんないっぱい知り合いとかね、いたもんだから、まあ、みんなと話するのも時間なくて、あっという間に時間になっちゃって。そうですね、それからあとは俺、民謡同好会の方との歌と、発表がね、盆踊りをやったところね、はい、得意ではないけど、まあ、輪に入ってみんなの目を見まねで踊って楽しむところですね。はい、谷さんはあんまり得意ではないんですか？踊りはあんまり歌の方かな歌の方が良かったかな、ね、でも楽しい一日だったということで。そうですね、そして11月の23日ですけれども、はい、東京ふれあい双葉会さんでお茶会を開催しました。でその時にはなんと直前に卒寿、まあ、90歳を迎えられた、まあ、会員の方がいらっしゃったとお聞きしましたけれどもね、まあ、4回ぐらいやるんですが、はいはい、まあ、その度多くの皆さん参加してもらって、今回も約32名の参加者があったんですね、はいはい、でその中でもこの90歳の、方もおりまして、もう元気で、今までやって2回ぐらいかな、欠席したのは。すごい、もうほぼ皆勤賞、ほとんど来てました。楽しいんでしょうね、お茶会は。今回でまた新しく、参加っていうか入った人もいるんで、はいはい、まあ、それにまた話も盛り上がった、花が咲いたようです。いいですね、はい、女性の方の方が参加率は高いんですか？
そうですね、女性の方の方がちょっと多いかな。ちょっと多いかな。はい、おしゃべり好きですからね、女の人は。はい、そして3月30日に今度はお花見会が行われます。はい、なのでお申し込みの締め切り日ですとか申し込み方法、はい、集合場所をぜひ教えてください。はい、この3月30日の お花見会の参加の申し込み、はい、今度は広報ふたは3月号に、はい、まあ、掲載されてされますので、はい、それの方の申し込み先問い合わせの方に、まあ、連絡くだされば大丈夫かなと思うんですが。わかりました。はい、まあ、広報ふたば3月号見ない人はいないですからね、じっくり ね、まあ、ね、読んでいただいてね。ですから、うん、3月、まあ、1日に行きますの で、うん、そうですね、一応は締め切りは3月の15日なんですが。わかりました。はい、3月15日が締め切りになっています。はい、みんなでお花見できるといいですね。はい、あ、そうですね、そうですね、もう何かにもね、予報では東京の方は3月20日頃咲くみたいなこと言ってましたけど、うん、今年早いみたいです。早いんじゃないかな。うん、いや、葉桜にならないことをね祈りつつ、まあ、そうですね、そうですね、はい、来年度も東京ふれあいふたば会さんはいろんなイベント開催する予定なんでしょうか。まあ一応毎年同じなんですが、うん、まあ、4回ぐらいはちょっと予定をしております。はい、でその途中で待つ、もし何かあれば、はい、小さな会を開いて、そうですね、まあ、お茶会やりたいと思いますので、はい、はい、ぜひ皆さんで楽しんでください。はい、はい、そしてまたこの番組へのご出演もお待ちしております。いい、はい、お願いします。帰って、はい、今日もありがとうございます。東京ふれあい、どうもありがとうございました。ふたば会から谷さんでした。どうもありがとうございました。はい、ふたば町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ、双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。